どうも、今日はですね、久しぶりにゲームをやる前にトークを挟むんですけど、皆さんにお伝えしなきゃいけないことがあるんですよ。それはですね、このピオキングのチャンネル登録者数が7万人を突破しました。こればっかりはですね、本当に皆さんに感謝しかないんですよ。僕はもうすぐで実況を始めて3年になるんですけど、正直ここまで来るとは思ってませんでした。いろんなアンチからの攻撃を受け、何度も何度もくじけそうになりました。だけどその度に皆さんからの温かい言葉やコメントで自分のモチベーションを上げることができてるんですよね。で、6万人の時もね、同じようなこと言ったんですけど、僕はマリオメーカー2でトップを取るような男になりたいと思います。これだけはマジでやり遂げてみせるから、みんな見てて。そしてこのピオキングという名を日本中、いや世界中、いや宇宙一、いやその他の惑星すいません、何を言ってるんでしょうかね。僕はこのまま喋り続けたら15分ぐらい経ちそうなんで、一旦ここで区切りますね。皆さん本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。はい、どうもピオキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、 DGR グアランティーかっこトロールということで、あのグアランティーっていうのは保証っていう意味らしいんですよね。そして DGR っていうのは海外のマリオメーカー2配信者さんらしいんですよ。ということはですね、このコースは DGR さんに向けられたコースだと思うんですけど、非常に面白そうだったんでダウンロードしてまいりました。それじゃあ早速やっていきましょう。クリア率は 0.91% でね、僕の動画を見てくれてる方の中で海外のマリオメーカー2の配信者を見てるっていう人もね、意外といるんだよね。どういうことかわかんのかなとか思うんですけど、なんなんだこの一応エ三兄弟は、一番右襲ってこないだろうな。うわ、下を見てる。絶対下に来るよ。なんで一番左が走って右に抜けていきます。これで合ってるね。結局開幕一生やしやるじゃねえか。結局ドッスンに引っかかってしまうっていう結末で終わったんですけど、このハテナは何だろうね。ワンワンか。じゃあ一旦ワンワンはこの回避しといて右に進んでいこうか。そんでここは上に行けっていう感じでしょう。今のハテナブロックは何だ。なんか怪しいぞ。この辺あるんじゃないのか。まあ、なんもない感じだね。じゃあこのまま上に行こっか。このドッスンは下を向いてないね。で、右にも来ないから多分大丈夫だよ。そしてうわ、このドッスン絶対来る絶対来る。上って下、右、よし、これで多分合ってるでしょ。で、このまま上に行けっていう感じだね。さあ進んでいきますか。これ怪しいな。ゴールの可能性っていうことはまずないよな。それじゃあ進んでいきましょう。次はなんだ。いや、大丈夫。いや、まさかブンブンが落ちてくるとは思わなかったな。じゃあここはドッスン落ちてくるのかな。ドッスン落ちてこないで、ドッスンはフェイクパターンが多いのか。ここは上か下か、上に行ってみようか。この緑が正解、頼む、あってくれ2分の1すげえ違うっぽいぞ。大体トロールコースの花火は罠なんだよな。死にたい気っぽいぞ。これはスターを避けながら犬に当たれっていう感じだね。いや、これはそんなに難しくないんじゃないかな。このスター避けるだけでしょ。ぬるいな制作者さん今ちょっと噛んでしまいましたけど、この死にたい気より難しいのかなりやってきてるからね僕は。そんじゃあここは下の土管に入るっていうことだね。それじゃあ進んでいきますか。ここはまたドッス襲った。危ねえ、あいいやこのハエ野郎がさっきおらんやったやんね。ここ闇の死角が多いよ、気をつけないと。一旦ここはドッスの下に落として上に行く。そしてここはどっちだろう、上に行ってみよっか。上は何もないのかこれはもう終わった感じなんじゃないの。このバブル抜けれっかな。いや、でも抜けれそうじゃない。僕の技術を持ったらいけるはず。ちょっと集中するね。このタイミングよし、うますぎ。おっよしよしよし、隠しブロックはなかったね。そしてここは右か左か。あ、下はさ、針が見えるよ。なんでこっちが正解だと思う。はだここはロープを叩かないようにすればいいんだろうけど、右か左かなんだよね。また2分の1ミスったらさっきの新耐久に連れて行かれるんじゃないの。またここかよ。いや、スターを取らないですぐにやられます。ヘイ
それじゃあ次は2分の1当てたいと思います。ここは左だね左しかないんですけどね。それじゃあ進んでいきますか。あ、ここで中間ポイントもらえるのか。何も落ちてこないだろうな。よしよしよし。でここはツタかなんか出てくるみたいな。カメック、カメックに右のブロック開けてもらったか。そんなんはないよね。じゃあ一旦さ、このまま上に行ってみる。このパックは無視して普通に。うわ、右のボス、ボスじゃねえや、ボブヘア怪しい。だけどこのドア入ってってみるね。でこっから右、いやてっきりさ、この石エンジ右に来ると思わなかったな。じゃあ一旦上に行くのか。じゃあこっから、え、このちくわブロックに乗ってこのドアに入れっていうことだったんかな。一旦上行ってみる。こっちなんかあるんだろうね。そして上で、こんね、このパックツタと一体化してやがる。でここの上、よし来ました。多分こっちが正解だよ。さあこのツタに登って今よく逃げれた。なんでまた一緒やしここちょっと難しくないか。右連打で行ってみるで。そして一緒やしが来るでしょう。それを2回ナイスタイミングそれじゃあここタイミング狙って走って抜けるね。次の金魚が出たら行きます。このタイミングどう。こっからジャンプよしよしよし、なんか出ると思ってました。さあこっからオープンさあ、なりました。じゃあここはドッスーがやられた瞬間すぐ右に行けっていう感じだね。そして中間ゲットか。さあ行きましょう。これでもう中間にか。今日はなかなかいいペースで進んでるんじゃないの。罠はかなり引っかかってると。危ない、金魚は引っかかりませんよ。大体ハテナは僕警戒してるから。このステージさ、罠を避けてもまた別の罠がすぐ用意されてるからびっくりしちゃうね。もう嫌になっちゃう。そして右どうすればいいんだろう。あ、ここでボブ兵が出てくるのねボキャーン。そんじゃあここはボブ兵を踏んで下のブロックを壊して土管に入っていけっていう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。次はどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。なるほどね、リズムよく上がっていけっていう感じで。ほんとか、途中で変わらなくなるみたいな、そんなクルーじゃないのか。なんでよ、罠に引っかかる準備はできてたぞ今。待って、よし危ねえそれじゃあ進んでいきましょう。でここでカロンの甲羅を履いてヒップドロップで進んでいけっていう感じかな。多分そんな感じでしょう。いや当たっていくかな。いや一旦ヒップドロップします。そして何もしない。これで合ってる。うわ、これ左に行くのが正解っぽいな。なるほど、やっぱりね。それじゃあここはヒップドロップすんなってことだね。床について下ボタンを押すだけ。それだったらね、復帰が早いんだよね、カロンの甲羅の。それじゃあこのまま左に出し、これでいいでしょよしよし、なんか勢いでここまで来れたけど、これは上。うわ怪しい、なんだこれは。なんだ、バカにしてんのか。ほんとに変な罠引っかかるところでした。これは死に耐久なんじゃないの。いやまたこっからなんか違うパターンみたいな。いやこの音楽は、あ、いやでもゴールが下に見えるよ。もしかしてこのピースちゃんゴールなんじゃないんですか。やるんだどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ張り階段ということで、説明文にね、急いで登ってねって書いてるんですよ。無理じゃんこんなのいやどう考えても登れないよね。隠しブロックとかあってアイテムとかあるんだよきっと。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.46%。 多分ね、スタート位置に隠しブロックがあるんだよ。それかアイテムが降ってくるみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。ないねやばい、これどうやって登るんだろう。あ、ここにバーがある。なるほどね、バーの上をどんどん乗り継いでいけっていうことね。いやうまいね、隠し方が。サムネじゃここにバーがあるとか気づかんよね。それじゃあ次は右上のこの場所にあるのか。そして次も6段ぐらいあるのかな、これ。そして次も6段ぐらい上の場所にあるね。ということはよ、これハリーさえ気をつけたらこういう風に勢いよくいけるんじゃないのかな。来たんじゃないこれ早速クリアさせてもらいましょう。ゴールまで長くないですかなるほどね、だから早く登れっていうことなのか。これさ、一番上があるじゃん。ここあんまりジャンプしすぎたらいけないと思うんですよ今みたいに。多分これ間に合わないでしょ。
うわ、やっぱりね。多分一番上を最小限のジャンプにしなきゃいけないね。多分ね、あんまり登るスピード速くできないと思うからさ、一番上だけをさ、ちょびっとこれでいけるんじゃない？さあ、行きましょう、マリオ。くらえ、スーパーローリングサンダーアタック！なんでいや、今のゴールでよくない？判定めちゃくちゃ厳しいな。絶対ゴールしたと思ったんだけど、これはいったでしょ。なかなかいい感じだよ。さあ、行くんだ、マリオ。スーパーミラクルジャンプ！ねえ、ジャンプミスったまだまだ甘いの、息子ピオキングよ。スーパーローリングサンダーはもう通用しないぞ。ほら、見てみなさい。視聴者が飽きているだろう。新しい必殺技を教えるぞ。スーパーローリングサンダー、雑魚は引っ込んでる。さあ、見てなさい、ピオキング。何よ、お姉ちゃん。こういうトゲトゲしいステージっていうのはね、優しさを与えてあげなきゃクリアできないの。見てなさい、これできっとクリアできるから。ですわー、キャーやったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。